あ、使わなくて。ちょっとさ、俺お前らにどうしても振りたい話題があって。何？あの、天気の話なんだけど。出た。お声。いいよ、声。すごい過ごしやすくなってきたよね。最近そう。あったかいもんね。そう、春っていう感じで。うん。なんかみんなさ、あの、好きな気温ある？好きな気温。春かな？過ごしやすくなってきてさ。なんかでもなんか最近あったかいけど、言うて私は19度ぐらいが好きだよ。19?20 じゃなくてこだわるね。20度ぐらいはちょっとあったかすぎる。ちょっと涼しいぐらいがいいくない？その1度がダメなの？職人じゃん、パティシエみたいなこだわりしてんじゃん。19と30度、いやちょっと涼しいぐらいでさ、なんかちょっと涼しいなって時にちょっとカーディガンとかさ、上着羽織ってさ、自分で調整できるぐらいがさ、ないか？20度は調整できない。あ、ちょっとなんかやっぱ、やっぱ10のくらい変わっちゃうとさ、変わっちゃうじゃん。どう考えても気のせいじゃん、そんな。いや、思い込みってあるから、やっぱ。いや、それ女子だわ。感覚であるよ。あるある。その体重、何キロ台に乗ってるか乗ってないかのこだわり、みたいなね。0.5 あるでしょ、だって。そうだね。だってさ、49キロと50キロは違うよ、なんか気持ちの問題で。まあね、確かにね。10のぐらい大事だな。変わらないはずなんだけどね。あと、あ、通用したね。するよ。刺さったわ、天気デッキ。結局、人による結論だわ。よるでしょ。身構えてたし、うちら。あ、身構えてたか、そっかそっか。普通に。成り立ってしまったな。振りたいって言って振ってきたもんな、今。